スノーマン、事務所に押されないグループが売れる法則が発動スマップと嵐に続く可能性。初の4大ドームツアー、スノーマンファーストドームツアー2023アイドゥ ME を開催中のスノーマンだが、6月10から12日の東京ドーム公演では、一部ファンのおともれ参戦が物議を醸した。会場周辺に留まることで、近隣10人に迷惑がかかるだけに、 完全なマナー違反ではあるものの、それほどスノーマンの人気が高いという証明でもある芸能ライターという。そんなスノーマンの大ブレイクに驚きを隠せないのは他でもないジャニーズ事務所、テレビ局関係者なのだとか。もともとジャニーズでは事務所に押されないグループが天下を取るという法則が囁かれてきたが、現在のスノーマンにもその法則が発動しているのかもしれない。